みんな、調子はどう？ああ、ばあちゃんか。いい知らせはなさそうね。ばあちゃんは何でもお見通しだな。旅人が霊をたくさん集めてきてくれたけど、ルラらしきものはなかった。ま、その顔を見ればね。気にしないで。しらみつぶしにやる方法は大変だし、そんなものよ。ルラの状態は安定しているけど、このまま待っていても良くならない。こっちは少し進展があったから安心して。ルラのご両親によると、この間、彼にある友人ができたそうなの。それからというもの、出かけたら何日も戻ってこないことがよくあるみたい。ご両親が内緒でその後をつけて行ってみたら、例の友人と何かをしてたのを見たって言ってた。そうよ。谷中という男で、服装から察するに稲妻の人みたいだったって。谷中さん、これでいいかい？古書で学んだ知識によると、アレルギーには厳寒さ療法というものがある。過敏の逆、鈍感、つまり霊感音痴にも使えると思わないか？お前はかわいそうなことに霊感が全くない。だがそんなお前でもスピリットに多くさらされれば改善するのではないだろうか。これは俺流の厳寒さ療法、いや増寒さ療法だ。本当に大丈夫なのか？霊感音痴のお前のことだ。無理やり符術を使えばどうなるか俺よりよく知っているんじゃないか。どうするかはお前次第だがな。わかった。もう一つ質問があるんだけど、谷中さんはどうして僕を助けようとしてくれるんだ？僕みたいな奴は部族での地位も低いし、まともな恩返しもできないのに。恩返し？俺の顔をよーく見てくれ。なんて書いてある？なんて？優しい。え？そいつがルラの体質を変えようとしてたってことか？なんで稲妻人が。ぶっ飛んだ発想だな。本当に聞くのか？ルラの今の様子だと失敗したんだろうな。遠い昔、部族で行われてたこともあるけど、成功率が低い上、危なすぎるから、だんだん禁止されるようになった方法ね。それに谷中の目的は、そう単純なものじゃないはず。ルラのアクシデントの後、そいつは姿を消してるんだもの。ルラのご両親からもらった住所を頼りに、二人の溜まり場に行ったけど、そこには明らかにスピリットが残ってた。すると、こんなのも見つけたの。それは？かけらよ。武器や儀式の道具のね。君もわかるでしょ？かなり古いものだけど、スピリットが多く残ってる。ルラはきっと、これを媒体にしたのよ。あの霊感音痴がどうして霊視できたのか、これで説明がつく。待って。この感覚、なんか懐かしい。僕の孔明と関係がありそうだ。それって、コメイのかけらなのか？いや、先代のコメイの持ち主が残したものだと思う。気になってムズムズしてきた。早速これを媒体に霊視しましょう。じゃあ、前と同じように、旅人がスピリットの織機を使って、ストラリの見たビジョンをウォーベンに記録すればいいんだな。いいえ。今回は旅人じゃなくて、オロルンに任せる。どうして？保険よ。君はスピリットについて旅人よりもよく知ってる。これが三端の異物なら、もしものことがあったとしても、
君ならうまく対応できるはず。わかった。ほら、言っただろ、パイモン。ばあちゃんは旅人に一目置いていて、危ないことから遠ざけるんだ。孫の扱いは雑なのに。この子ったら、何ブツブツ言ってるのかしら。なんでもない。ばあちゃん、もう始められる。それじゃあ、始めましょう。できたんだな。これは、壊れた弓が燃えてるみたいだぞ。見ろ。弓の一部が、欠片と少し似ていないか。ほんとだ。弓の持ち手の部分が。ばあちゃんの家のウォーベンで、この弓に似たものを見たことがある。ええ。これは、サンハジが神社区会の戦いで使った弓よ。この欠片は、ほんとにサンハジの遺物のようね。さすがサンハジだ。遺物のスピリットは不安定だが、さっきは何ともなかった。旅人なら記録をしても大丈夫だったと思う。さすが英雄って感じだな。残されたものが後世の人にこんなに影響を与えちゃうなんて。あの谷中ってやつの目的は本当に霊感音痴の治療なのかしら。別に何かある気がするのよね。それはオイラも気になってたぞ。さっき弓の絵を見たけど、あ、まさか、そいつ、他のかけらを探してるのか？サンハジのものとはいえ、もうバラバラだから、全部集めても大して役には立たないだろう。それに、どうしてわざわざ霊感音痴を選んだの？やるだけ無駄なのに。どれどれ？ルラのスピリットがさらに欠片に集まり出してる。ってことは、ばあちゃんのやり方は間違っていないということだな。確かに、ルラのスピリットが引き寄せられている。それなら、彼の体と、この欠片を媒体にして、もう一度試しましょう。頼んだばあちゃん。僕も頑張るから。君もやりたくてうずうずしてきたの？交代で一回ずつ。そしたら公平だろ。安全性は確認できてるから、危険はないはずだ。うん。わかった。旅人がそう言うなら、準備できたら行ってちょうだい。準備はいい？ええ。地図？どこのだ？これは、まさか神社区会の。神社区会？私の知る限りでは、あの戦いの後、神社区会は荒れ果てたところになった。ううん。あの戦いがあったからこそ、あそこは神社区会になったのかも。魔物と戦士が灰となって、戦場を埋め尽くした。時にはどこからともなく恐ろしい叫び声が聞こえる。時には天まで届くほどの炎が、
叫び声を飲み込むこともある。あそこの未知の危険と秘密は、数百年もの間、自分の力を証明したいトップレベルの冒険者たちを引き寄せた。でも、彼らのほとんどが戻らなかった。だいたい20、30年前だったかしら、神弱界の異変に気づいた人がいたの。山のように巨大な黒い生き物が移動してるのを見たそうよ。でも突然、そこ一帯が全て消えてしまった。何が起きたのかは、誰にもわからない。謎に満ちた伝説の地は、こうしてなくなったの。消えただって？ええ。私の記憶が正しければ、神弱界が消えたのは、まさに、この地図が示すところなの。ナタの一番西、すべての部族から離れたところよ。昔は、一般人が集団で暮らせるようなところじゃなかった。神弱界が消えて、ようやく人が住めるような場所になったの。って言っても、どれも聞いた話だから、私も行ったことはない。人はそういうものよ。歳をとっていくと、冒険心が薄れていく。ばあちゃんは遠出が面倒なだけだろ。待って、スピリットが集まりだした。かけらとオーベンに向かってきてる。お、ルラの体がまた動いたぞ。今度は激しく反応してる。もしかして神弱界の場所が知りたかったの？僕も感じる。スピリットが集まってこっちに近づいてくる。くい！鳥肌が立ってきたぞ。聞いたみたいね。じゃあもうルラを起こしていいか？今日はまだダメ。スピリットを体に戻すのって水を瓶に入れるみたいに簡単にはいかないの。儀式用の剣を用意して他の準備もしないと、だいたい2日くらいかかるかしら。でも安心して、スピリットがもう戻ってきてるからあと一歩よ。じゃあまた2日後に会いましょう。わからない。谷中に別の目的があるのなら、なぜ三端の遺品をここに残したんだろう。まさか、それも罠なのか。